何してんだろう私。あんなこと言うつもりじゃなかったのに、みんなに絶対変だと思われたよね。ああ、顔合わせるの気まずい。みさき、あ、こころと、はぐみも。ごめん、みーくん。はぐみ、みーくんの気持ち考えてなかった。何いきなり。別に謝るようなことしてないでしょ。作りとか準備の仕事とかみーくんが大切にしてることなんだよね。なのにはぐみたちが勝手に進めちゃって本当にごめん。あ、昨日美咲が帰った後みんなで話したのよ。いつも通り美咲に曲作りと準備をお願いしようって。やっぱりみーくんにやってもらうのが一番だと思ったんだ。そんなに気を使わなくていいよ。心たちでできることならそれでいいじゃん。でも別にやりたいからやってたわけじゃないし、みんなが苦手なことだったから代わりにやってただけ。できるようになったなら自分で考えたことを自分で形にするのが一番いいんじゃない？みーくん、それでいいと思ってるなら、どうして美咲は笑顔じゃないの？え？なんだか、お腹が痛そうな顔をしてるわ。なんでもないってば。ほら、もう先生来るよ。この話はもうおしまい。ああ。それでいいと思ってるなら、どうして美咲は笑顔じゃないの？え？なんだか、お腹が痛そうな顔をしてるわ。みんなができることをしたって、私がいる意味にならないじゃん。私がハロハピのためにできることって何かあるのかな？ミッシェルみたいにはなれないのかな？やあ、美咲じゃないか。こんなところで奇遇だね。カオルさん、こんなところで何してるの？ギターなんか持って。見ればわかるだろ。新曲のメロディーを考えていたのさ。夕日に染まる公園、物思いにふけるにはうってつけの場所だよ。胸を締め付ける儚いメロディーが溢れてくる。そうなんだ。昨日みんなで話したって。